アイスクリームができたわ。誰か来たわ。アイスクリームずっと食べたかったの。何ですって？私のよ。返しなさい。何なのよ。ああ、何してるのよ。アイスが食べたいなら言えばよかったのに。パララのチャレンジを始めるわよ。やったー、アイスクリーム。私から食べるからね。きっとすごく美味しいのよ。運が良かったわね。それはいちご味のアイスクリームで作ったんだから。それにお菓子をたくさん入れてブレンダーで混ぜたのよ。それが今目の前にあるアイスクリームよ。もっと美味しくするためにスキットルズも入れたの。みんなが大好きなキャンディーでしょ。すごく美味しい。こんなに最高なアイスは初めてよ。一生食べていたいぐらい。でもいつかはこの幸せが終わっちゃうの。私も運が良ければいいな。アニーのアイスクリームも美味しくしたかったんだけど、バニラアイスにチーズを入れたら楽しくなりそうって思ったのよ。だからチーズをアイスに入れてブレンダーでよーく混ぜたの。そしてもちろんミミズ。ミミズさんもアイスクリームが食べたいと思う。嘘でしょ。こんなの食べない。食べないといけないのよ。ルールなんか誰が決めたのよ。意外に美味しかったりするのかな。ああ、本当に気持ち悪い。今度はじゃんけんで決めましょう。やった、また私がラッキーなのね。今度はどんなアイスかな。喜ばない方がいいと思うわ。マスタード味のアイスクリームなんだから。ずっとアイスクリームにマスタードを入れてみたかったのよ。面白い反応を見せてよね。一応キャットフードもかけておいたわ。結構臭いけど意外に美味しいのかもね。食べたくないけど仕方ないわね。最悪。でも頑張るわ。チャレンジだもの。見てるだけで吐いちゃいそう。あ、もう無理。私はラッキーよ。アニーはすごく美味しいチョコアイスが食べられるのよ。だってチョコレートシロップを入れてあげたんだもの。私も食べたいぐらいよ。そしてトッピングはシリアルにしたわ。視聴者のみんなも食べたくなるアイスでしょ。でも食べられるのは私だけよ。おいしい。そんなのずるい。顔がすごいわよ。今度はどちらにしようかなって決めるわよ。またジルからなの。やった、本当にラッキーね。このアイスはバニラアイスとドーナツでできてるの。一生忘れられない味だと思うわ。もっと可愛くするためにカラフルトッピングもかけたのよ。それもすっごくたくさんね。最高じゃないの。こんなに美味しいアイス初めて食べる。私のアイスも美味しいかな。なんか臭い。アニーは運が悪かったのよ。ピスタチオアイスクリームにピクルス液をかけたんだもの。もちろんキュウリも入れたわよ。いつも通りブレンダーでよーく混ぜて、上からみんなが大好きなニンニクを乗せたのよ。召し上がれ。臭い。食べるときは鼻を塞がないと。もう最悪。そんなにまずいの？
ニンニクは体にいいのよ。あら、そう。今まで食べてきた中で一番まずいアイスクリームよ。一緒に開けましょう。3、2、1。見て、ガムじゃないの。こんなの初めて見るわ。私もだからこそ作ってみたのよ。でもガムでデコレーションする前にアイスクリームにブロッコリーとお魚を入れたの。だから美味しくないと思うわ。ガムに救われるといいね。食べてみるわ。ブロッコリー？魚？最悪じゃないの。美味しいアイスだと思ってたのに。美味しいアイスは私のなのね。違うわよ。ピスタチオアイスに海藻を入れたんだから。普通のアイスに見えるかもしれないけど、サプライズが待ってるのよ。トッピングはおしゃれなチョコレートにしたの。楽しみ。何これ、チョコレートにも救われなかったわ。今回は2人とも運が悪かったのね。今度は私から。コーラ味のアイスクリームが美味しいかどうかわからないわ。鶏の足とケチャップも入れたんだもの。すごく美味しいといいな。だってマシュマロをトッピングしたのよ。ほら、すっごくかわいいでしょ。おいしそう。最悪、全然おいしくない。私のは何かな。バニラアイスに玉ねぎを入れてヌテラで混ぜたのよ。でも玉ねぎのせいでまずくなると思ったから、トッピングとして熊組を乗せたのよ。私って優しいわね。OK。 美味しそうに見えるけど、本当にそうかな。玉ねぎの味がする。最悪。臭いわね。ジル、落ち込まないで。二人で頑張りましょう。私から食べるからね。美味しければいいんだけど。味方次第よ。このアイスクリームにはオレオを入れたの。そしてナゲットも少しだけ入れることにしたのよ。そして最後に少しでも美味しそうに見えるようにチートスで飾り付けをしたの。チートスがあるならつけながら食べてみるわ。変な味だけどまずくはないわ。気に入ったかも。本当？私の方はどんなアイスなの？アニーのはチョコレートお寿司ストロベリーアイスよ。別々だとみんなの大好物だけど、一緒に食べたらどうなるのかな。トッピングはホワイトチョコレートにしたの。すっごく美味しそうじゃない？美味しいのかな？あ、美味しい。本当に悪くないわね。今回は2人ともラッキーよ。バスキンロビンスの美味しいアイスクリームを使うわ。私の孫が大好きなの。これぐらいあればアイスクリームが作れると思うわ。オレオも入れましょう。私の孫みたいに小さいわね。そしてもちろんキャラメルシロップ。子供は甘いものが大好きなんだから、たっぷりかけるわよ。あとは蓋をして待つだけ。出来上がった液体はアイスクリームマシーンに入れるの。コーンを用意してアイスクリームを絞っていくわよ。
かわいいわね。仕上げにマシュマロをかけましょうっと。素敵でしょう。出来上がりよ。2つ目のアイスクリームは独特な味になるわよ。でもいたずらっ子の孫が大好きだからベースになるのはチョコレートアイスクリームよ。チョコレートに合いそうなのはエビね。おほほ、エビをたくさん入れるわよ。大好きな孫のためなら何も惜しまないわ。2人は辛いチップスが大好きなのよね。唐辛子を入れても問題ないと思うわ。さあ蓋をしてあとは待つだけね。できたわ。臭いわね。キャットフードの匂いがするの。さあアイスクリームを絞っていくわよ。トッピングはやっぱりミミズよね。テッドが今日の朝集めてきたミミズなのよ。できたわ。スタンドに入れないと。おいしそうね。どっちから始める？じゃんけんぽん。勝った。はじめに選ぶわ。おいしいアイスクリームを取っちゃおうっと。おいしそう。食べてみるわね。僕も食べたいよ。おいしいわ。今度はテッドの番。やった。ミミズ？こんなの口に入れられないよ。気持ち悪い。これは何の冗談なんだ。気持ち悪いよ。ほら食べ終わったよ。大変だったけどクリアできた。またまたいいことを思いついたわ。チョコレートアイスにレインボーケーキを入れようと思うの。いつも大好きな孫の誕生日に焼くケーキなのよ。綺麗でしょ。あとは蓋をして待つだけね。綺麗に混ざってるわね。できたわ。すごく美味しいと思うわ。アイスクリームマシーンに流しましょう。デコレーションはチョコレートのトッピングにするわ。あら美味しそうね。2つ目のアイスにはバニラアイスを使うの。これぐらいでいいわね。そして玉ねぎ。臭いけど体にいいお野菜は食べないといけないのよ。あったわ。ひき肉よ。入れましょう。アイスがなければ美味しいハンバーグになってたわね。美味しくなればいいんだけど。さあ、あとは待つだけよ。できたわ。匂いは最悪だけど、トッピングをかけたらマシになるのかも。アイスを絞るわよ。ドッグフードはどう？ほほ。出来上がったアイスクリームはスタンドに立てるわ。今度は僕からね。じゃあ幸運を祈って。あ、美味しそう。チョコアイスみたい。最高だ。もっともっと食べたい。兄、本当に最高だったよ。食べて。何これ、すごく最悪。今度は私のアイスがまずいのよ。まずい。でも食べきらないといけないんでしょ。やめといた方がいいんじゃない。もう見てもいい。気分が悪いわ。今度はどんなアイスクリームを作ろうかしら。バニラアイスをベースにするわ。二人の大好物なのよ。そして今度はミルクチョコレート。チョコレートは子供たちの大好物なのよ。もっともっとチョコレートを入れたいわね。ヌテラをたくさん入れるわよ。これで全部かしら。蓋をするわよ。こうすれば何も散らばらないの。できたわ。マシーンに流しましょう。このアイスが食べられる孫はなんてラッキーなの。きっと一番おいしいのよ。スタンドに立てて次のアイスクリームに取り掛かるわ。あら、落としちゃったわ。私ったら。マンゴーシャーベット。
他に何を入れようかしら。そうよ、生卵ね。喉にいいって言うのよ。2個で十分かしら。いいえ、やっぱり3個。おほほ、あら、ハンバーガーがあったのね。おいしいわ。アイスクリームに入れたらどうなるのかしら。さあ、どんどん混ざって。できたわ。さあ、マシーンに流しましょう。すっごく栄養たっぷりなアイスになったわね。上からお魚さんをかけちゃうわ。臭いから早くお食べ。心を込めて作ったの。お姉ちゃんから食べて。僕？わかったよ。美味しければいいな。幸運を祈って。私も少しいい？いいよ。はい、もらって。ダメ、あげるわけないでしょ。騙されたね。助けは必要ない。僕が一人で食べちゃうんだ。それなら自分のアイスを食べてみるわ。何これ、まずいアイスなんか食べたくない。欲しい？あ、そう。頑張って食べてみるわ。魚の頭、まずい。早く食べちゃわないと。アニーがかわいそう。さあ、素晴らしいアイスクリームを作っていくわよ。ストロベリーアイスをブレンダーに入れるわ。ストロベリーアイスは私の大好物なの。面白いことをしちゃおうかしら。ナチョス味のアイスクリームよ。テッドの大好きなお菓子なのよ。ハチミツを忘れるところだったわ。体にいいのよ。このアイスを食べたら風邪なんかひかなくなるわよ。できたわ。いつもと同じように待つだけね。さあ、アイスクリームマシーンに移しましょう。トッピングはシリアル。綺麗になったわね。ナチョスが入ってるとは思えないわ。次のアイスはバニラアイスから作るの。これぐらいで足りるかしら。いいこと考えちゃった。ブロッコリーよ。私の孫の嫌いな食材なの。アイスクリームに入れたら食べてくれるかしら。そしてもちろんケチャップ。おいしくなるはずよ。できたわね。あとは蓋をするだけよ。さあ、マシーンに流しましょう。ケチャップのおかげで真っ赤になったわね。トッピングはどうしましょう。子供たちが大好きなフライドポテトにするわ。できたわ。気に入ってもらえるかしら。私から食べたい。僕も。じゃあ早いもん勝ちね。私の大好きなシリアル、おいしい。僕のアイスにはフライドポテトが乗ってるよ。ポテトも赤もアイスも好きだから最高なコンボ。競争するわよ。アイスクリームを早く食べるのは危険だと思うよ。喉が痛くなっちゃう。テッドは組み合わせが気に入らなかったのかな。でもアニーは喜んで食べてるよ。残り少し。テッドならできる。頑張れ頑張れ。僕なら何でもできる。私の弟は最強ね。ありがとう。二人ともよく頑張ったね。今日のチャレンジのアイスクリームを全部完食したよ。またね。